こんばんは。前回の続きやっていきます。これがね、今自分が持ってるヒーローですね。一番左上から右に向かって、95、95、90、90、90。これが最初の、ナンバー1の舞台ですね。で、75、70、下に降りて70、60、60かな。これが2番目。で、55、55、こっからここまでかな。ケリーか。ここまで55が3番目の舞台になってます。前回から多分バロンのレベルを90から95に上げたのかな。ちょっと強くなりました。それと、あ、そっか。藤原千尋、素材があるので、レアリティどれ、これだったっけ。これがヒーローの、レベルの上げ方ですね。緑を青にして、青を他の素材、何でもいいんですけど、同じ属性の青を生贄にして、紫にしてみたいな。こうやって書いてあって、この黒くなってるのは何でもいいんですよ。同じ属性じゃないとダメですけど、この緑色のね。で、こういう風に。一番最後が、この柄の星3つで終わりですね。で、ちょうど、このキャラクター、藤原千尋が、ちょうどこれでマックスになるので、これで終わりです。レアリティとしては、ここが一番上。あと、レベルが100までかな。で、これとかまだかな。確か、生贄が2体いるんですけど、それ持ってない。これちょっと後回しにしよう。ないみたいですね。これの素材でもあれば、ちょっと考えたんだけど、黄色が2枚あったら、星1にはできます。この絵柄の。これもちょっと足りない。あともう一個あったら完成だったな、これ。小早川。この紫があともう一枚。ないっぽいっすね。新しい、シーズン始まりました。前回までやってたの終わって、この太陽の花っていうシナリオでいいのかな。これがあと20、こうですね、27日あるみたいですね。ここに入ると、この階層に潜入って入ると、この、新しいイベントに飛べます。マップが別になってるんですよね。今いる自分がいるサーバーとはまた別です。他の、同盟の方とここで争ってるんだと思います。ちょっとどんな感じなのか全く分かってないですね。ルールはここに。ちょっとね、惰性でちょっとやってる感が強いかな、今、ゲーム。こんな感じになってます。あ、また、青と赤のブロックはあるみたいですね。こんな感じですけど、実際どんな感じかちょっとよく分かってないですね。足場伸ばすときはこうやってつなげていくって感じ。この緑は多分自分なんですよ。自分。青は同盟員の方だと思います。同盟員か、前回は同じ同盟とか別に、なんかこうグループみたいなの組んでたんですよ。連合みたいな感じで、そこの人も足場で使えてたと思う。前回はちょっとどんな感じか見ますかね。まず、舞台戻さないといけないですね。戻して。ちょっと新しいマップどんなのか見ましょう。あ、それからね、シェルター、マイシェルター、レベル27になりました。これね、節目節目のレベルが必要で、24、この一つ前だったら。で、27。24で、兵種が、兵に、レアリティがあって1から10まで8が作れるんですよ。ティア8っていうのは。で、この27になると、このキャンプっていうのを27にすると、今度ね、ティア9、これですね。あ、ちょっと今、まあいいや、9が作れるようになります。で、10はもう最後のマックスですね。レベル30。多分ちょっと今27で、次が28、29、30、3つですけど、多分自分はレベル3、シェルターのレベルが30にならないでゲームは多分やめてるんだと思います。30には多分できないかな。作ってる会社ちょっと考えてほしいのは、最低でも微課金とか、例えば無課金の人でもそうですけど、やっぱ半年ぐらいで、
このマックスにできるような作りじゃない、半年でも長いと思うんだけど、せめてそれぐらいでできないと、もう1年経ってもできないような作りにすると、さすがにやめちゃうと思う。自分の同盟も今人がもうほとんどいないので、かなりやめていってるので、やっぱこれはさすがに、厳しいかな、この作りは。なんかね、時間だけ必要とする作りなんですよね。で、その時間を短縮するために課金しなさいになってるんだけど、いや、そこじゃないんですよ。僕はお金使うんだったら、ゲームが楽しくてお金使いたいんですよ。で、要は、自分が苦痛で、レベルを上げるのが大変で、苦痛だから課金とかいうのはしたくないんで、楽しいからお金使いたい、使うんだったらまだわかるんだけど、ちょっとね、方向性がちょっと違うような気がする。この作りはもうやめてほしい。もういろんなゲームでこの作りしてるんだけど、今自分がやってるゲームで。さすがにこれは僕はもうきついな。この作りされると。行きましょう。これですね。別マップ。お、ここか。と、この青は、他のドメインの方ですね。自分たちの。これで見た方がいいのかな。あ、出てないな。サポートだけしとくか。どこで見るんだろうね。これか。ああ、なるほど。いろいろ出てるぞ。個人、何もやって、あ、こんな感じなんだ。自分たち、どこの陣営なのかが分かんないな。ああ、これか。あ、これちょっとあれだな。ちょっと、映しちゃダメかも。うん、よく分かんないけど、まあ、映していいのかな。なんかね、こう挑戦できるようになってて、意味がちょっとまだ分かんないですね。押してここにほら挑戦っていうのがあって、よくわかんないですね。大統領はまだ決まってないみたいです。こうやって役職埋めていくんだ。あ、なるほど。戦闘して埋めていくって感じなのかな。うん、おー、ちょっとよくわかんないな。ここ副大統領になってますね。あー、ここら辺は参謀系ですね。で、今のミッションが、あ、報酬ここですね。他は？あ、ブロック管理か。これ何かある、うん、ミッションクリアはないですね。とりあえず、多分、まずブロックからなんでしょうね。あ、こういうの。ね、1から取っていかないんで、これがね、また面倒ですね。1から、あー、ない。あー、とりあえず取れるところがあるな。これちょっと、いいかな。位置だからいいよね。こうやってね、出すんです、こうやって。で、取っていくみたいな。で、今度、ここ、これを、抵抗値を上げないといけないので、で、どっかないかな。あ、ここないね。これの2をちょっと見ようか。あー、いいね。じゃあここに、抵抗力か。抵抗力不足って出てて、50必要なんですよね。今始めたばかりだから0。で、この抵抗力を上げるのに建物があって、その建物を建てないといけないんですね。これ仲間っぽいな、青だから。なんか、こうグループ組んでるんだと思うんですよ。そのいろんな同盟、前回もそうで、前回もいろんな同盟で組んでてやってました。ただちょっとね、何かよくわかんないで参加してて、最後は、なんかずっと狙われてて、だからもうちょっと、ここはその、さっき言った、太陽の花っていうシナリオなんですよね。これと、さっき言ったマップはまあ別です。別、ここはまた別のところ。地球が2個あって、別の地球に来てるようなもんです。別です、全く。で、こっから逃げたんですよ、前回は。もうずっと狙われてたから。どうしよう。1の青も欲しいけど、ちょっと、しょうがないな。じゃあ、ここに取るか。ここが、はいはい、ありがとう。他のところの人のなんだ。じゃあ、他の人の足場にしちゃったってことか。でも、さすがに1はいいでしょ。足場にしても1だったら。多分1は文句言わんしょ、いくらなんでも。じゃあここは足場にしてこれ取るか。抵抗力不足。ああ、びっくりした。はいはい、これは関係ないっすね。
取れないんだ。これすらも取れないんだ。ああ、なるほど。あ、ああ、なるほど。まず1分待たないと、これを作って、そしたらここら辺が取れるようになるってことか。ここがなんか自分たちのものっぽいですね。ここにね、こう出てくるんですよ。これ、ここは、その666。ここは、ほら。この自分たちの同盟これなんですよ。HAB っていうのが。多分そうだと思う。多分同盟連邦ってなってたけど、みんなで組んでるんだと思うんですよ。ここは自分たちの領土っぽいんですよね。なんかね、町みたいのは他のところが取ってるっぽいに見えるけど、ここ、ほら、マンチェスターって書いてあるよ。他のに見えるんだけど、自分たちのものっぽい。ここに飛べるのかもしれないな。あ、できたかな。できた。あ、50になった。これもちょっとまたレベル上げとくか。あー、ない、石が。しょうがない。最初だからね。で、ここ今上げたでしょ。今度青が欲しいんで、こうやって取っていくんですよ。これもいらないから、戻しました。なんか駐留してるみたいになってた。取るでしょ。で次ここ取って、ここあともう2回ぐらい、3回か。でここ取れるな。あんまりしちゃうと、なんか喧嘩になるので、自分はだいたい1個ずつぐらいしか取らないかな。レベル1の青と赤が必要だったら1個ずつ。で、2が必要だったら1個ずつ。3が必要だったら1個ずつ。それぐらいだったら喧嘩になんないと思う。なんかその人が欲しいと思ってた、もう1とか2とか3だったらもう多分もうどこでもあると思うんですよ。で、みんなその1とか2とか3は最終的に処分するので、これの、ブロックを1取るじゃないですか。で今、建物させたんで、あれはもう消せないですけど、で、次2取って、3取ってするときに、1とか2はもういらないから消すんですよ。だから元に戻るんですよ。で、また抵抗力上げて、今度4取って、5取って、6取って、7取ってってしていって、で、レベルの低いやつは基本的に消すんですよ。4とかまでぐらいは全部消すと思う。建物建ててなかったら。で、5から上は、もしかしたらちょっと残すかもしんないって感じのゲームなので、まあ、1、2、3、4ぐらいは別に、1個ずつぐらいだったら文句言われないと思う。まあ、多分ですけどね。土地を取ったら、取ったかな、OK、はい。ここは削除ですね、こういう土地は。はい、削除。24分かかる。削除。ここしかいらないので、これはもう戻し、当てる。これいいかな。基本的にブロックを多分取っていって、あと、都市があるので、あ、これ違うんだ。都市の、こうやって、都市があるの。それも多分占領していくんだと思う。なんかね、一応ルールがあるみたい。同盟の中で。なんか書いてました。なんか削る耐久を、その建物の耐久削るのは、ちょっと数字が決まってて、なんかそのアイテムとかも使うな、みたいな、いろいろ書いてました。ただ、基本的に僕参加してないので、ずっと。ちょっとわかんないけど、参加してないというか参加できないので、時間的に。まあ、取ってますね。すると、均等に、青と赤は均等でこう、取っていった方がいいんですが、収入があって、あ、これ戻そうかな。なんか作れるかな、建設で。あ、これも、あ、ない、ないわ。とにかく石が。貯めないと。ここですね。ここに、画面の上に、プラス 10H っていうか、1時間あたりに10なんですよね。これも、時間あたり10。で、これが、レベルの高いのを取っていくと、だんだんこれが増えていくんですよ。
時間あたりに1000とか2000とか変わっていくので、でこれ貯めたやつでさっきの建設、これだったらいくつ使うんだったかな、150でしょ。でさっきのここの青だったら30でいいんで、30だからもうあと1時間ですけどね、待ったら建設できる。だから結構時間かかります。でここで他の人に狙われるじゃないですか。この青は多分みんな仲間なんですよ。これは同盟ですけど、さっきのあの66とかこれも多分な仲間なんですよ。青いやつはね、足場に使えてるから仲間なんですよ。他の同盟の方のこの66の人の足場を使えるってことは同じ仲間の同盟なんですよね。で他の人が、これじゃない人が自分たちをこう狙ってくるときがあるんですよ。その時は、ここで、さっきのどこ行ったっけ、これか、基地と押して基地に戻るを押せば、一番最初 の地球が2個あって、一番最初の本当の自分が行ったところに戻れるって感じですね。それでも追いかけてくる人もいるんですけど、中にはちょっと頭おかしい人は。バロンのレベルを95まで上げたので100まで上げれるんですけど、次がね、この石、これこのちょっとこれがちょっと名前が分かんないんですけど、こっちは経験値で、でここをこの宝箱はその必要なコインと、経験値が手に入ります。コインがレベルの上限値を上げるために必要なコインですね。例えばバロンだったら今95だから、次ね60万いるのかな、これです。600K 60万で今53しかないから全然、あと55万ぐらいいるかな、そうすると100まで上げれます。90から95はね確か40万、これも足りないですね。でこれをさっきのやつ、ここかな、探索で、ちょっとねバロンのレベルを上げてるので、ちょっと先に進めたいなと。こんな感じで、これでいけるかな。あ、 NPC はねレベル100以上になるんですよ。ただ自分は100までしか、自分っていうかあのゲームやってる人は100までですね。前のやつ強いな、こいつ。オッケー、勝てそう、これで。硬かった、あれ。あとね、三すくみみたいのがあって、得意不得意があるんですよね。属性で、ここに画面の左下の方にこの紫とか緑とか青とか黄色とか出てて。紫はこの黄色に強くて、黄色は青に強くて、青は緑に強くて、緑は紫に強いみたいな風になってます。あと、それでデッキを組むときに同じ属性で固めると、こうやってバフが、自分は 4種類しかないのでこの 15% で、こっちは、10% ですね。 10%15%、3個同じ属性、2個同じ属性ってやつですね。これ勝てるんじゃないかな。これもスキップがないですね。ただスピードは4倍にしてます。やっぱね、こういうゲームの肝はやっぱ戦闘にしてほしいんですよね。戦闘がめちゃくちゃ楽しいからクソってなって課金しちゃうっていう風に作りにしてほしい。中の建設物が、例えば今だったら27シェルター27にしたんで、キャンプっていう兵を作れるやつを27にしてるんですけど、70何日かかるんですよね、26から27にするのに。で、まあ、それを時短するアイテムもあるんだけど、足りなくなったら課金なんですよ。いや、そこで金使いたくないよって話で、やっぱ戦闘が楽しいから使う方に持っていってほしい。もうちょっといけそうだな。バロン結構強いんだよ。コ
小早川がなんかいまいち火力があんまないような気がする。勝っちゃってるけどいいけど、小早川って一番後ろの真ん中の女の子ですね。このキャラクター、このなんかでかいなんかこう銃みたいな持ってるやつ、これが嫌なんだよ。これがこう全体燃やすのがだんだん減っていってるんですよね。でも勝てそう、これも。これもねランキングがあるんですよ。あの多分自分ずっと下ですけど、ちょっとした隙間時間ですかねに遊ぶにはいいかもしれないですね。ただがっつり遊べるゲームとしてはちょっとおすすめはしないかな。やっぱ戦闘ですね、戦闘がちょっといまいちかな自分の中では。あの兵種があって、さっき言った10段階あって、あのレベル30でティア10の人がいたら勝てないです、はっきり言って。今自分8までしか作れないので、例えば兵がどんな、あのヒーローがどんだけ育成が完璧に終わってて相手が脳が弱くても兵種で勝てないかな、2段階違かったら。またねちょっとな動きがあったら動画撮っていこうと思います。これが今やってるこの太陽の花っていうのがね、どんな感じなのか、これ個人のやつだね。ここら辺の見方がねちょっといまいちわからんね。自分たちがどれなんだろうね。あ青なのかな。どうなってんだろうね。この赤いやつ気になるんだけど、中立、最近受けた攻撃か、受けた攻撃、ここ攻撃受けたってことか。自分たちが何色かが分かんないからな。今見たら自分たち赤みたいな気がします。このこれが多分同盟のこれだと思うんだよね。これ FRE、 これがさっきの A、 これかな、FRE、 赤、この陣営に自分たちがいるんだと思う。マップはここかな。で、あとは黄色陣営と青陣営ってことなのかな。黄色がめちゃくちゃすごいな、こうやって見ると。赤弱くない自分たちの陣営で赤だと思う自分たちが。ミッション目標なんだ。ああなるほど、ここ目標、この旗を目標にしてますよってことみたいですね。なるほど、全然わかんなかった。いいですね、まだこれ初めてやるシナリオですね。まあ、ここそうだね、自分たちここにいます。ここだ。で他の人ここ強いぞ、ほらめちゃくちゃ強いんだけど、ここら辺だね、仙台とかあるね。なんかね、都市のいろんな国の都市の名前、ほら福岡とかがついてるんですよ。ベルリンとかニューヨークとか。あとこっちだったかな。だまだまだだね。最終的にこの真ん中取るのかな、ような気がする。あれ、その行くためになんか関所みたいなの突破しないといけないっぽい。こういう。こういうところまだ解放されてないですけどね。どっか出てないかな、何日後とか。ああ違うな、抵抗力が足りないからいけませんってことかな。まずは周辺都市を占領してくださいんだって。ここら辺はまだバリア張ってあるの。またさあ、ここ出てるわ。4日と21時間経ったら解放みたいですね。まあだからさっきのあのブロック取って、この赤とか青のブロック取って抵抗力上げないと参加できないですね。800ないといけないから。自分まで今50しかないんで。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。